乾杯。どうも、主婦あさみです。旦那のりゅうたす。今回も美味しいお酒に合う乾杯グルメをたくさんお届けしようじゃありませんか。ゆたしくにげーさみら。主婦あさみの乾杯グルメシーズン4スタート。よし、これで準備 OK。 りゅうちゃん、そろそろ試合始まるよ。はいはい。待ってました待ってました。ついにバスケットボールワールドカップ開幕です。決まるよ。ねえりゅうちゃん、りゅうちゃん、今日はね、スポーツ観戦がもっと楽しくなる乾杯グルメ作ってみました。ビーフじゃないよ、ピークだよ。じゃーん、きびまる豚のハンバーガーです。きびまる豚。もういいからいいから食べてみなっせ。じゃあいただきます。あまりの美味しさにテンション、トントントン。でしょ。ハンバーガーのパテを牛肉ではなく沖縄県産ブランド豚きびまる豚で仕上げてみました。きびまる豚はサトウキビや紅芋、沖縄の薬草を食べて育っているからとってもヘルシーなの。しかもお肉の旨味も牛肉に負けてはいません。アサミン、さすがっす。そしてハンバーガーのお供はやっぱこれでしょう。それではワールドカップ開幕に乾杯。おいしい糖質ゼロが大好きです。バスケ観戦よりアサミ観戦がいいかも。試合始まるよ。僕はアサミンを観戦します。聞こえないファイト、アサミン。頑張れバスケットボール。スリーポイント、アサミン。うるさいな。この放送は美味しいグルメにはやっぱりアサヒスタイルフリー、アサヒビールの提供でお送りしました。